未だ謎の多いこの海の島。どういった施しをすればポケモンが湧くのか。正解までたどり着くにはまだ時間がかかりそうですね。とそこで、このようなコメントを提示したいと思います。これは、前々回のパート5で書かれていたコメントですね。その時に出た海王画について、海王画が出たという通知は受け取ったものの、発見できなかったんだよね。その理由として、奈落に落ちたという可能性が、さらに、水流が下になっているから、ポケモンが奈落に流されているという説もありますね。それじゃあここで一つ実験を行ってみよう。ここに、海の島を小さくしたものを作る。座標を2つ選択して、水をセットする。これだとバイオームが違うので、バイオームも変更する。これで準備 OK。この状態でポケモンが湧くのかどうか。あ、ポケモンが湧いたぞ。外から見ると水流が下に行ってても、水の中ではポケモンが湧くんですね。それで、水の枠組みができていないから、ポケモンは外に出ていっちゃうんだね。どんどんポケモンたちが外に出てくるね。湧いた水ポケモン全員が外に放り出されてるね。海の島と同様に、奈落にしてみた。そうすると全然湧かないですね。やっぱり海底があるかどうかだったんだな。念のために再確認。海底を作ってみましょう。これでポケモンが湧いたら、確実に海底の問題だね。奥の方にポケモンが、ポケモンが水の中で湧いてるね。これではっきりした、海の島でやるべきことが、一部だけじゃなく、全体を海底で埋めなきゃいけないようですね。あれ？普通にラプラス湧いてるじゃん。水面は下に流れていないので、海に浮いているポケモンは湧くんじゃないですかね。水面の枠組みだけはもう終わってるから、それも影響したかもね。丸石の枠が生きたようだね。どうしても枠の外に行きたいみたいですね、ラプラス。その先は奈落だから極力行かない方がいいと思うけど、しまったなぁ、ボール持ってくればよかった。まさかラプラスが出るなんて思わなかったもんなぁ。さて、まず最初は海底作りから。とりあえず6スタック分のブロックがあるけど、これじゃ足りない気がする。結構海は大きいですからね。海より若干外から作っているのは、落下を防ぐためです。落下して持ち物なくなるのは結構精神的に来るのでね。む？あれ、コイキング湧いてるじゃん。そんでなんであんな遠くまで飛んでいってんだ。どうやら海のポケモンは湧いてきたようですね。しかし、壁がないので外に飛んでいっちゃう感じですかね。あ、また海のポケモン。のんびりと落ちていくんだね。マンタインって飛行タイプも入ってるけど、普通には飛べないようね。海底を作る以上、海の中で作業をしなければならない。そこで役に立つのがこのドア。このドアが呼吸できる場所を作ってくれて、海の中でも作業が可能というわけだ。これも視聴者さんからのコメントを参考にしました。しかし、やっぱりいつもよりか作業はしづらい。エンチャントができればいいんですけどねー。ダイヤモンドが必要になってくるんだよなー。ダイヤモンドならバンギラスが落としますよ。ならエンチャントはできなくはないのか。徹夜で海底作ってました。まだ全体を埋めたわけじゃないけど、水ポケモンが結構湧いてきました。そして水から出て、外に飛んでいってます。あれ、主さん今。この外に出ていく状況を打破するには、壁を作るしかないので、とてつもない量の丸石が必要なわけですね。大体陸から海底までの距離が30マス。水平のマス幅がおよそ25マスなので、壁で覆うには、大体3000ブロック必要ですね。ざっと50スタックといったところでしょうか。マジかよそれ。まだ海底も終わってないのに。海底を海の外から作ったことで、運よく奈落に落ちなかった水ポケモンもいるわけで、一応、水ポケモンはゲットできる状態になりました。なんか思ってるのと違うけどね。最初の水中ポケモンとして、コイキングをゲットするわけですね。まあ一番無難でしょう。ギャラドスに進化させれば、結構戦力になるしね。今この海の状態だと、ゲットできるポケモンがほぼ運になるので、しっかり壁を張っていきたいと思います。かなりの作業量になりそうですけどね。一瞬で丸石100スタックゲットできないかな。オーダイルも水ポケモンだけど、
彼は割と陸地型みたいなところがあって、海だとあんまり役に立たないけど。キャラドスなら、呼吸機能なしで海に潜ることができます。しかも、海の中が明るく見える補正付きでいうかこのララドス結構ミニサイズだな。もっとでっかくなると思ったのに。また主さんはゲットするポケモンが小さとか言われますよ。これに関してはしょうがないと思う。キャラドスは結構でかい部類のポケモンなんだと思うけどな。キャラドスでダイビーング。海底がよく見えますね。現在の海底進捗状況がこんな感じ。あと4分の1かなーってところです。今回いろいろ調べたおかげで、海の島発見のめどがつきましたね。まだまだ時間はかかりそうだけどね。前回、ゼルネアスをゲットしたこの森の島。ターゲットをゼルネアス1点に絞っていたので、他のポケモンは一切ゲットしてませんでした。なので、今回は草タイプのポケモンをゲットしに森の島にやってきました。そして早速私はゲットするポケモンを決めた。即決ですね、主さん。いややっぱ草タイプならまず御三家をゲットしなきゃね。それなら主さん、目標を一つ決めましょう。御三家を全員ゲットするというのはどうでしょう。ああ、いいんじゃない。それなら時間もめちゃかかるってわけじゃないしね。現在の目標は何だったっけ？各島のボストレーナーを倒す。伝説のポケモンをゲットする。御三家コンプリート。明確な目標は今こんな感じです。そんで、砂漠の島と山岳の島のトレーナーは撃破して、伝説のポケモンは、一体だけだと物足りないので、もっとどんどんゲットしちゃいましょう。一体だけじゃダメなのね。あ、各島一体ずつ伝説のポケモンゲットしましょう。それ頭に浮かんでたけどあえて言わなかったのに。というわけで今確定している目標は、各島のボストレーナー撃破、各島の伝説のポケモンゲット、御三家コンプリート。とりあえずこんな感じですね。まだまだ目標達成には届かないね。御三家は2体目、不思議だね。ゲットするポケモンとしては御三家初、そして初の草タイプでもある。で恒例の進化、と行きたいところなんだけど、現在ララドス育成中なので、進化はその後ということで。あれ？進化が先送りされました。前例がないですね。しょうがないでしょ、まだララドスがみんなにレベル追いついてないんだから。不思議だね、お仲間にしたなら私もと言わんばかりにベイリーフ登場。ちょっと機嫌悪そうですね。先越されたのが嫌だったのかな？実は、御三家はちょっとだけ捕獲難易度高め。でもタイマーボールにかかればそんなの気にならない。最後の一個でも安心感抜群。というわけでベイリーフも仲間になりました。前述通り、育成は後回し。それ言ったらまたベイリーフが不機嫌に。ああ、だからこっち見てくれないのか。これ不思議だね、より早く進化させてあげなきゃね。